回目のショーを終了しました。ありがとうございます。はい、楽しかった人、はい、ありがとうございます。今日は3月11日です。まあ、皆さんも知っている通り7年前の今日、東日本大震災がありました。まだ当時僕はまだ活動をして、今日みたいなショーが全然できてないので、どんなことができるのかなってすごく悩みました。やっぱり避難所訪問とか行ったくても、やっぱりそういう当然の機能じゃないとそういうところはやってもらえない。でもやっぱりヒーローは元気を失わなきゃいけないなってその時勉強しました。だからこれからも僕は元気を失わずにみんなに元気を与え続けるヒーローになりたいと思います。はい、それでは、今日この会場でこの活動についてちょっと重大な発表があるんですけど、準備はできたかな。はい、じゃあ準備ができたみたいなので発表したいと思います。はい、今まで時々としていろんなキャラクターが登場したと思うんですけど、実は大震災があった2011年の12月にここで僕と戦ったライバルキャラクターがこの度、3年6ヶ月ぶりに帰ってきます。牛刀士カモシカオ。本日堂々デビューです。皆さん応援よろしくお願いします。カモシカオはずっと対立したライバルだったけど、あることはきっかけで仲直りし、そして姿が生まれ変わりました。はい、これからどんどん個人的なこともやってもらうぞ。はい、まあ、これからは食べる担当が僕か、うん、そして、まあ、めちゃくちゃ強いやつと戦うのは君に任せる、うん、よし、じゃあ今日はこのカモシカオ初公開なんで、誰よりも早く皆さんと一緒に握手したり写真撮ったりができます。結構皆さんラッキーなんです、今日は、うん、これからはね、まあ、今日がすごく貴重な日って言われるように頑張るんだぞ、うん、それでは握手撮影会の方に移りたいと思います。はい、おバスラー、よっしゃ、バスラーも撮影会に出た、よし、だからこちらの方に皆さん列を作って並んでください。2回目は自らになります。まだまだ続きもやると今日は楽しんでってください。ありがとうございました。萌えちゃん、萌えちゃん、